演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちら。どうも、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 本日はこちら。アルコーレのコーヒーとチョコサンド、これも美味しそうですね。アルコーレの方に見えませんけど、何が出るかな、的な感じどうなかな、いただきたいと思います。朝に食べるにぴったりな、身も心も温まるパンたちですね、これ。2種類のカルツオーネは、どちらも、もっちりとした生地の中に入っているチーズの旨味、トマトの酸味が濃厚でとっても美味しかったです。包み焼きであり、中の具材をほぼしまないというのがいいですね。というわけで、もっちりとした食感のチーズ、ちょっと丸めに楽しみのがありのようでご飯ということで、ですね。ホットサンドツナは、ちょっとツナの風味が強すぎたかなという感がありましたので、チーズがどっか行ったやつですよね。それがちょっと残念でしたので、こちらのチーズをいただきました。もちろんツナが好きな人にはおすすめできます。そしてチーズトースト、これはシンプルに、よくもあれでもシンプルで、純粋にサクッとした感じとチーズの旨味が同じような感じで美味しかったんですが、何か物足りない気がしたので、何かトッピングした方がいいかもしれないですね。というわけで、こちらもこちらのベースに出てきました。いろいろ一気に食べて分かることがあります。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。